はい、先好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、はい、また日本酒です。船口一番絞り、違う、船口菊水一番絞りの効果効果って言うの、香る香りって書いてね、生原酒です。アルコール度数がですね、19度、高いな、高っ。原材料名が米、過去国産、米麹、過去国産米、単式蒸留焼酎、あ、これ焼酎入ってんのか。酒粕焼酎入りとか書いてありますね。これ値段いくらやったかな、忘れたけど300円ぐらいやった。香り立つ船口、菊水の酒粕を蒸留することにより生まれる香り高い、酒粕焼酎を加えた生原酒です。生原酒の骨太な旨味と、深みのある華やかな香りをお楽しみください。生原酒のため冷やしてまたはオンザロックでお召し上がりください、だそうです。まあこれ常温で、今まあいいか、常温でいいだろう。で、まあこれもですね、だいぶ昔のやつでですね、これが製造日が2012年の12月19日、去年の12月、だから10ヶ月ぐらい過ぎてるというね。まあ、例によって、ね、ないです。賞味期限はありません。ので、この裏にね、蓋の裏になんか書いてあります。香り立つ、高価船口。菊水酒造では、清酒を作る過程、工程でできる酒粕を蒸留して、酒粕焼酎を製造しています。菊水の酒粕焼酎の、特徴は、穏やかに蒸留させる減圧蒸留を行うことにより、際立たせたフルーティーな香りです。本品高価船口の香りの高さの秘密は、通常の船口に加えたこの酒粕焼酎に由来しています。従来の船口にはなかった深みのある華やかな香りをじっくりとお楽しみくださいと。ではね、なんか若干なんかここがね、若干発酵して膨らんでるような気がするんですけど、気のせいだよね、多分ね、多分気のせいだと思いたい。多分気のせいです。じゃあ常温でいただきたいと思います。すごい。香りがね、もう、ブワーンとくるわ。乾杯。ちょっと黄色がかってる。のほ。甘い。非常に甘い。船口でググります。うん、甘い、ものすごく甘くて、なおかつなんかちょっと なんだ、なんだ、うん、これ480円もする、この 200ml 缶で。参考価格480円の高っ、クソ高いやん。なんかこ、うん、うん、すっごい、コクがあるというか、あ
いわ。これうまいわ。うん。別に10ヶ月ぐらい経ってもなんということはない。普通にうまい。うん。ああ、これやっぱロックで飲んだ方がうまいのかな俺な。これね、ああ、これはうまいな。うん。すごいフルーティーだよね。なんかフルーツのような香りと、そして甘さと、そしてこの度数が高いからこう割とドカッとくるんだけど、うん、ねって、そうだけど、日本酒度が書いてないね、よくよく考えたら。日本酒度とかってほら、前俺日本酒のね、辛口か甘口かをあれするのに日本酒度っていうのがありまして、まあこれがマイナスになればなるほど甘く、プラスになればなるほど辛いという目安になるんですが、それが気薄いと。日本酒度ってなかったかな。まあこれは確実にマイナス10ぐらいいってんじゃないか。うん、書いてあった。日本酒度がマイナス3です。うん。あー、これ適した料理、ウニって書いてあるね。もう確かに適してるわ、これは。ウニ、なんかもうぶっちゃけウニっぽいもん、なんか味が。うん、なんでなんだろう、なんかウニっぽい味がする。なんかわかんないけど、日本酒度がマイナス3だから、金色の、船口の、菊水、一番搾りと一緒ですね。ん？てか、この金色の、あれも19度じゃん。アルコール度数。アルコール度数19度。結構高いんだな、この船口系列は。ねえ。うん。これは。でも値段がもう全然違うね、これね。480円。通常の金色のやつが278円って書いてあるけど。2倍近いもんね。これが多分一番高いわ。この、菊水の中で多分一番値段高いやつだと思う。ちょっとやっぱロックでいただこうか。
お待たせいたしました。それでは6期でいただこうかな。若干このね、わかるでしょうか、この壁の色と見比べると若干黄色くなってる。これ多分あの変色したんだと思いますね。はい、まあ俺基本的にそういうの気にしない、気にしないタチなんで大丈夫です。あ、すごい飲みやすくなった。うん、何かねピュンとね、あの後味に何かピュンと何か何かが来るね。何かのウニっぽい味がピコッとね、あの顔出す感じですね。これはもう飲んだことある人じゃないと絶対わからない。大体飲んだことある人でも多分分かってない多分。てか今思ったけど、濁り酒のゴロハチ、俺が5つ星評価をつけた唯一の日本酒ですけど、これ日本酒のマイナス19だって。これ本当かよ、これ。マイナス19って。嘘くせえな。せいぜいマイナス5ぐらいじゃないか。これがだって3だもん。あ、でも10ぐらいか。いやでもゴロハチはうまいよな。確かにゴロハチはうまいと思うわ、正直言って。ゴロハチは、ゴロハチ先生は本当にね、この菊水昔話しましたけど、あのこの今住んでいるこの新潟県の新発田市というところなんですが、あのそこのねに、あのなんだ、ここに書いてあるけど、菊水酒造株式会社、ここにね、新潟県新発田市島形って書いてありますけどね、この新発田市のお酒なんですね。新発田市にあのこの酒造があるっていう超地元の、もう超絶地元のやつなんですね。正直あのあれ行ってみたいですね。なんだっけ、あの工場見学ね、行ってみたいんだけど、俺正直あんまり日本酒はそこまでねっていう、詳しくないっていうか、あんまり詳しくもないし、あんまり別にあんまり興味もないしみたいな感じなんで、焼酎とかだったらめっちゃ興味あって、焼酎とかウイスキーとかだったらね、まあ、両方ともね九州のあれですね、あ九州ちゃうわ、ウイスキーは違うのか、焼酎はあれですね、九州がメインなんで、まあ、ここら辺ではまあないでしょうね。いやでも度数19度か、ほんとなんかね、個人的に非常に飲みやすい、これは、お酒ですね。ロックにすると特に飲みやすくなった、ものすごく、これは見やす。あ、やっぱりね、なんかね、日本酒造がね、あのサイトによってまちまちですね。さっきマイナス3って書いてあった子、なんかマイナス4、あ、じゃマイナス2って書いてあるし、なんかね、
いろいろと違うわ。マイナス表記がなんか公式発表ではないっぽいな。やっぱね、菊水はね、本当に新潟県では、これ多分他県では売られてないんだろうな。うん。だから、非常にもう有名で、こんなの普通に、あの、コンビニとかで普通に売ってるんですよ。で、やっぱり、他のと違うところはやっぱり、この缶ですよね。缶。瓶ではなく缶なんです。やっぱ缶だと、あの、遮光されるんで、そっちの方が、まあ、いいと。いう感じなんですよね。うん。うん。おそらく。うん。あー、でもこれ、もう、また言うけど、ウニ食いてよ、ウニ。ウニ食いて、あと牡蠣も食いたい。うん、牡蠣食いて、牡蠣食いて、マジで牡蠣食いて。ああ、まあ、これはですね、ちょびちょび飲む。まあ、日本酒なんで、あんまり俺グビグビ飲めないんですよね、日本酒は。うん。あんまりね、そこまで得意ではない、日本酒。やっぱりいろいろ飲んできたけど、なんだかんだで。うん、日本酒ってのはあんまり得意じゃないですね。やっぱりビールとかの方がいいなって感じはするんですけど、やっぱこのね、 200ml っていうこのね、量、ちょっとなかなかこう、うん、なかなかいけない、こう、ね、こんなに少ない量なんだけど、なかなかそのね、うん、まあ度数も度数ですし、まあ、それ以上にちょっとあまり日本酒というのはちょっと口に合わないなとね、もうめちゃくちゃあの日本酒のやつもうめっちゃ買ってあるんですけど、買っといてなんなんだけど。やっぱ俺日本酒ダメだなと。あんまり。うん、ただ唯一ゴロハチだけは美味しかったですね。うん。うん。うん。まあ。うん。って感じかな。ただ、まあこれに関してはうまいでしょう。うん。その中でもやっぱり。昨日飲んだなんか、あの、わけのわからん、ね、パックのやつに比べると、まあ、全然、うまさ的に全く、やっぱ違う、わな。あれもさ、あの、昨日飲んだやつも一般的すぎても、もうなんか、あ、これね、はい、日本酒、はい、日本酒ですっていう。
はい、これ日本酒です。以上、みたいな。もう何の、言葉もない。感じだったんですけど、こっちはやっぱり、やはり貫禄があるというか、明らかなる味の違いが、ね、ある。さすがと。うん。いった感じですね。あ、薫香って書いてあった。薫香船口。これ薫香って読むんだ。燻製の薫か、これ。香るっていう字の、あれ、燻製って読むんだ、これ。燻香だって。うん。でもやっぱり、日本酒は、ちょっと、うん、あんまり、好きではないな、と。いうことなんで、まあでも、俺が普通の日本酒が別に大丈夫な人だったらの話でいくと、これは、そうですね、昨日のあれが三つ星だったんで、四つ星。うん、四つ星。これは非常に苦手な俺でも、まあ、飲みやすかったというか、うん、美味しいのは分かるなと感じる一品でした。はい。それではご視聴ありがとうございました。